お前が関わったコンテンツはオワコンになるって言われてる。はぁ、んー。ーんまあ、難しいもんですよね。でも、あのー、なんだろうね。ブームって大体1年で終わるじゃん。だから、なんだろう。まあ、まあ、でも俺の、おか、俺のせいでなってるって言ったら俺もちょっとそれはちょっと、うーん。え、ど、どうなんだろうね。<laughs> うぬぼりすぎだよね。さすがに。ははははは。明らかにそんなね、コンテンツなんてそんなもんでしょ、あって。うん。 そうそうそう。俺にそんな力ないよ。逆になんか、そんなに俺を、俺にそこまでの力があると、なんか、過大評価なんじゃないかなっていう風に、<laughs> 思いますよね。わかんないけど。バロー終わらせたら、でもバローも別にさ、てか今って FPS のブームすごいじゃん。で、ブームがすごいものって、終わりもすごいのよ。だって、あのー、ね、もうジェットコースターみたいな、もうなんか、質量保存の法則じゃないけど、もう上がったも っそれが落ちるのはまた早い。桜木花道がもう急速にバスケのそのねあのスキルを身につけたらそれが失われるのもまた早い。まあ選手生命で背中をちょっとピキってやっちゃってもでも本来ならばまあ普段から積み上げてきたまあそういう実績みたいなのがあるかもしれないけどそういう急速に力をつけたものは失うものもまた早いといううんそ,そういうもんだと思うんだよなうんオワコンのゲーム何ある？荒野行動うん。<laughs> えーっと、すいません。あの、公式の案件とか何本か受けた私が言うのもあれなんですけれども、えー、っと、荒野コード。荒野コードは俺一切やったことないのに、その公式の大会みたいのに出て、ずっとキャリーされたあげく、その時の同説が60人だったっていう。<laughs> ま、ああれは俺と、俺と荒野コードが同時にオワコンだったんだなっていう。うん。なんか俺同説60人なのにさ、なんか案件費用もらっちゃってなんか申し訳ない気持ちになったもん。<laughs> めちゃめちゃなんか気まずい感じになったな。うん。